アラームの使い方。アプリの中から時計をタップします。右下プラスのマークをタップし、数字を上下にスライドさせてアラームをかけたい時間に合わせます。着信音でお知らせする音を選べます。選べたら左上の左矢印で前の画面に戻ります。右上のチェックマークをタップし、指定した時間のところが濃い色に変わっていれば設定完了です。 SHM12 の場合、アプリの中から時計をタップします。プラスのマークをタップし、アラームをかけたい時間に合わせます。時計回りに1時から24時まで、1分から59分まで細かく合わせられますので、円に沿って希望の時間に合わせてください。OK で設定した時間を保存できます。ベルのマークのところでお知らせをする音を選べます。選べたら OK で前の画面に戻ります。バイブレーションのオン・オフ。平日だけ、指定した日だけなど、繰り返しアラームをかけることもできます。指定した時間の横のバーが濃い色に変わっていれば設定完了です。ご視聴ありがとうございました。